きげんよう。あー、ラッキー。朝からサヨに会えるなんて運良すぎ。座らない？実はここで3時間待ってたんだけど、バレたら絶対にストーカーっぽいよね。あー、どうしよう、嫌われたくない。サキちゃんから連絡来た？言えないな。そっか、サキちゃん今元気にしてるかな。それはあんまり良くないね。サキちゃんのお家行ってみようかな。むつみちゃん住所知ってるよね。ちょっとそれって私よりストーカーっぽいよね。早く断る方法を考えなきゃ。むつみちゃん、ソヨさん、ラブ。サキちゃんの家、ね、教えてもらえると嬉しいな。私のことは誰にも言わないでほしいと言いましたわよね。ソヨが心配してる。家に行きたいって。避ければ避けるほど追いかけてくるということですわね。困りましたわ。言えない、言えないよ。抱きしめられただけで何でも言うなんて。明日からサキちゃんにどんな顔すれば。っていつもこんな顔だけど。むつみにはそんな芸当できませんわね。話をつける必要がありますわね。サキちゃんたちがいないと私。ご自分のことばかりですね。なんだ、すっごいやばいことがあったみたい。どうしよう、慰めなきゃ。でも、いつも私のせいだから。ソヨの新しいメンバーか。トモリ、タキ、ネコ、ドラボーネコ。でもソヨ楽しそう。これも良かったね。の方がいいね。これいらないから。ずっと当たり前ってなんだろう。今手にある物差しでは全然うまく測れなくって、吐いてあなた吸い込んだ不安に、僕はなすがまま立ち尽くして、不器用で回って傷つくことから逃げている。クライシックの方がいい。